カリフォルニア州のセントラルコーストは太平洋岸のモントレー湾とポイントコンセプションの間の海岸部である。軍ではサンタクルーズ軍、サンベニト軍、モントレー軍、サンルイスビスポ軍及びサンタバーバラ軍にかかっている。ベンチュラ軍北部も含められることがあるがサンタクルーズ軍とサンベニト軍はサンフランシスコ米エリアの一部と考えられることが多い。セントラルコーストには セントラルコーストワイン生産地域が入っている。セントラルコーストには少なくとも、紀元前1万年から、チュマ種族などのインディアンが住んでいた。その集落の多くは海岸にあり、人々は海洋資源を採取し、太平洋に流れ込む清水の近くに住んでいた。例えば、モロクリークやロスオソスクリークの川口近くには、かなりの大きさの集落があった。1542年に、 フアン・ロドリゲス・カブリロが南から船で北上した時にセントラルコーストを訪れてサンタバーバラ軍となった地域に上陸した。セントラルコースト地域は主に農業と観光で知られている。主な産品はレタス、イチゴ及び朝鮮アザミである。サリーナスバレーはアメリカ合衆国の中でも最大級に肥沃な農作地域である。 観光地としては、モントレーのキャナリーロー、モントレー湾水族館、カーメルバイザーシーの劇場、ガロート伯爵の海浜、ペブルビーチとモントレー半島のゴルフ場、ビッグサーの岩がちな海岸線、およびサンシメオンにある、ファーストキャッスルがある。セントラルコースト地域は人口が多くない。地域最大の都市は人口約15万人のサリナスである。カリフォルニア大学のキャンパスが、 地域の北端であるサンタクルーズと南縁にあるサンタバーバラにある。1994年に開校したカリフォルニア州立大学モントレー湾校はセントラルコースト地域そのものの中にあり、オードトリデが軍用から民間用途に転用された時に寄贈された施設を使っている。サンルイスオビースポにはカリフォルニアポリテクニック大学が1901年に設立された。 地域内の交通はほとんどすべて自家用車によっている。しかし、モントレー・サリナス交通が、モントレー郡内、南は海岸部のビッグサー及びサリナスバレーのキングシティまで、バス便を運行している。また、サンノゼのディリドン駅への接続便も運行している。サンタクルーズメトロは、サンタクルーズ郡内のバス便を運行しており、サンノゼとカリフォルニア州立大学サンノゼコとの、接続、 ワトソンビルでのモントレーサリナス交通との接続便もある。校舎は南のサリナスに向かう。またグレーハウンドの長距離バスが地域内大半を走っている。アムトラックはコーストスターライトとパシフィックサーフライナーの列車を走らせている。セントラルコーストはロサンゼルス市とサンフランシスコ市という大都市のほぼ中間にあるのでサンルイスオビスポにはアメリカで、 初めてのモーテルがある。地域内に主要空港はないが、モントレー、オックスナード、サンタバーバラ、サンタマリア、およびサンルイスオビースポにはコミュータービンが発着する地域空港がある。地域内の唯一の幹線道路はアメリカ国道101号線であり、ロサンゼルス市からセントラルコーストの主要自治体の大半を通り、サンフランシスコ市に向かう南北道路である。 これより小さいが、景観の良いところが多いカリフォルニア州道1号線は、海岸の自治体同士を結んでいる。沿線には、ビッグサー、モロワン、サンシメオンがある。ありがとうございます。